して国中が凍りついている。皆さん、寒い国からやってきたこの二人を温かく迎えてくれるかな。クリストフとその相棒のスレン。冬に氷が出るか、砂漠で砂降りようなもんだぜ。あったのなら買うよ。そうこなくちゃっすね。頼りになるのはお前だけだ。ろくなしさ人間はすれんと思う。そう、あいつらすぐ俺たちを殴るんだ。でもあんただけは違う。ありがとうすね。まあ、人参食ったら寝るとするか。エルサー、エルサー、エルサー、私を待たよ。私が怒らせたせいで夏を冬にしちゃったんだよね。ごめんなさい、本当に悪かった。この辺じゃ見かけない顔だな。どうも、あなた誰？クリストフ。そいつはスベン。私はアレンデールのアナ王女。ねえ、もう一人若い女性を見かけなかった？女王。それってこの吹雪を起こしちゃった女王のことだい？そう、ノースマウンテンに向かって行ったよ。ノースマウンテン、そこに連れて行って。どうして？どうして？すべてはあの戴冠式から始まったの。今日だけなら、今日だけ。
怪我はないか？どうも。あ、でも大丈夫。本当にサザンアイルズのハンス王子です。アレンデールのアナ王女です。王女、失礼しました。そんなの全然気にしない、運命の人だから。
綺麗だなんて知らなかった。そうそう、本当に綺麗だよね。だけどさ、足場だよ。なんか色をつけたらどうだろう。例えばそう、赤とか黄緑、黄色なんかどうかな。あーでもね、できないね、黄色きたな。
教えてやった方がいい。1、2、3、4、エルサ
く素敵。ありがとう。私にこんなことができるなんてね。お城でのこと本当にごめんね。もし知ってれば気にしないで。謝る必要はないわ。だからもう帰って。お願い。ねえ、エルサ行かないで。ねえ、お願いよ。私から離れて。君の妹は死んだ。君のせいだ。
よかった、今日は僕の人生で一番の日だ。人生最後の日だけどね。もうオラフ、私に任せて。すごい、僕だけで雪を。スペッティーママルー、スペッティーママルー。